V ・アルフィエイリ・ヴィットオリオ・アルフィエイリは、イタリアの貴族、劇作家、伯爵。北、イタリア・ピエモンテ州のショートシアスティの生まれ。この綴りさえも知らずに、自尊心の激しさだけで書かれた、諸女作の悲劇、クレオパトラ・クレオパトラ、1774年で有名になり、176 17年に、フィレンツェに行き、オールバニ伯爵夫人ルイーゼと恋愛関係になった。 彼女と共に、アルサスからパリに赴く。フランス革命に遭遇して旺盛に反抗する民衆の力に感激し、少子、バスティーユ抜きのフランスを書くが、恐怖政治になるや、フランス嫌いを書いて、革命政府の行き過ぎを断劾し、追求を避けて1792年にフィレンツェに戻る。晩年をギリシア語研究とギリシアラ県の古典の翻訳に過ごした。 ダンテ、ペトラルカ、アリオスと、タッソーの4人を模範とし、さらにマキャベリ、シェイクスピア、セルバンテスなどを読み、史実にはあまりこだわらない。その悲劇は、政治的色彩が強く、筋は、単純、文体は有権である。他に悲劇が6、アメリカ独立に関する少子語、ソネットなどの作品がある。高貴な家柄のただ一人の男子として育ち、 大きな財産を相続したため、生活に追われることは、生涯なかったと自伝に記している。本方不きで独立を尊ぶ気象のために寄宿者に入れられても、規則的な弁学には身を入れられず、軍籍に身を置いても7年の勤務のうち5年間は、アルプスの北へ旅行をして戻らず、以来取りつかれたかのように、ロシアからポルトガルまで、ほとんど全ヨーロッパを、しかも一箇所に長く泊まることなく、 めぐり歩いている。愛読書は、モンテーニュのエセートプルタルコスの英雄伝。気に入った国はイギリスで、ついでオランダとデンマーク。嫌いな国はプロイセンとロシア。どちらも先制君主の下で西欧化を進めている国であることが興味深い。自身伯爵の称号を持つ貴族に属しながら、共和主義の理想を持ち、フランスの啓蒙思想に共鳴しても、 ルイ15世医下のベルサイユの宮廷には我慢がならないという。フランスの作家スタンダールはアルフィエーリを早くから愛読し、イタリアの暗い情熱を典型的に示した、天才として散弾し、アルフィエーリの人間という植物がどんなよそよりもイタリアで一段とたくましく育つという言葉を好んで引用した。それと同時に、アルフィエーリの政治への視野は狭く、 その選手論に現れた政治家は自分より上の身分に抑圧されることに我慢がならないピエモンテ貴族のジャコバン主義だとも述べている。バイロン教のように不満を持った極右反動にも比較している。上記以外にありがとうございます。